こんにちは、クリッカー、スッキーです。人差し指をぐるぐるさせてボリューム上下、その反応は意外にも。BMW の新型3シリーズ、2リットル直列4気筒ターボエンジン搭載、FR 方式のセダンでは手の動き、つまりジェスチャーで様々な操作をすることが可能です。これを BMW ではジェスチャーコントロールと呼んでいます。今回実際に試してみましたのでご報告します。ドライバーの左手の動きはルーフのルームミラー付けの位置付近に設置された 3D カメラが読み取ることで反映されます。そのためセンターディスプレイの手前空間で様々な動きをすることになります。例えばオーディオのボリュームを上げるためには人差し指を出して右回転させます。この反応は非常にクイックで、かつ接触していないのに変な言い方ですがダイレクトな反応です。ボリュームを下げるためには逆回転をさせます。かかってきた電話に出るためには人差し指を前後方向に動かします。同じくかかってきた電話をキャンセルするためには手のひらを助手席方向にスワイブさせれば反応してくれます。またサラウンドビュー、駐車時などに使う俯瞰視点システム搭載モデルの場合は画面に映ったコンピューターグラフィックスの車体をつまむようにして左右に動かします。すると画面をぐるぐると回転させることもできます。さらに上記のような規定アクションの他に自分でジェスチャーを設定することも可能です。例えば人差し指と中指を上下に振り下ろすような動作をすることでマルチメディアのオンオフを設定するなどとして使うのです。今回は短時間の試乗時間枠内でのトライにもかかわらずシステムの反応が機敏だったためストレスフリーな操作が可能でした。実際に車両オーナーとなればさらに操作は習熟していくはずですからより自在にコントロールできるでしょう。大型液晶モニターとタッチ操作が世界的に一般化したのは2012年のテスラモデル S 以降ですが、タブレット操作のような方式が必ずしも自動車にマッチングしていたとは言い切れない部分もありました。しかし今回 BMW が提示したようなジェスチャー方式との組み合わせであれば、より安楽に、そして安全に多機能を操作することができそうです。